レアラマンと申します。お願いします。お願いします。高平車と言いまして、松井健人と申します。お願いします、ね、皆さんが、はいはい、バイトダンス芸人とか、許可いろいろそういうエンタメのことを、勉強しているというふうに聞いたので、ちょっと何てかね、知らぬヒントになればと思いまして、来た次第でございますけれども、まだ何も成し遂げてないんですけれども我々がね、別全くね、いろいろ質問とか来ても、もらってるみたいなんですけど、先に言っとくけど、なかなかね、まだ成し遂げてない人の講演会ってないから逆に聞いた方がいいと僕は思ってて、なるほどね、成功者 の、 自己啓発セミナーとかってもう社長とかってなんかもう自分が社長になったから、なんか全部結果論で喋るじゃないですか結局ね、まあ、確かに成功してるからね、そうでまだ成功してないから、こうやって考えて挑んでるんだっていうのはまず嘘じゃないじゃない、これ嘘じゃない、まあ、結果出てないから、でこの後みんなの、みんながその我々を見て、そう失敗した、これは間違いない確かにね、これほどね、納得できる話じゃないよ、ね、自分で判断してくれればいいから、ということで全員の自己紹介終わりましたけれどもめっちゃ番組じゃない急にめっちゃ番組になったじゃん。さあここからは質問に答えていこうと思いますけども、すごいなコーナー感、すごいな。いやそうだよ、ね、質問をいただいてるんでしょ。やっぱねこれからのみんなのね将来、まあちょっとねこれ、割とみんな雰囲気分かったからこっからちょっと真面目に、はいはいはい、真面目にじゃないですけど、ちゃんとお話をねしていきましょう、させていただけたらと思いますけど、はいはい、ね山本くん、最近食べた美味しい料理ありますか。大変だよこれはね思春期は考えるよね考えねえよ、真面目に取り合うな。なかなか難しいよね。なんだその質問全員、ここに来た人全員に聞いてるのか美味しい料理教えてあげてよ美味しい料理ほんと何だよ、別にね美味しい料理気になるよ、ご飯好きなの。大好き、大好きだ。作ったりはしたね。あ、作ります。あ、作ったりするかもしれない。なるほどね。何、得意料理とか。得意料理、チャーハンだ。あ、いいね、そう、いいね、食いてチャーハンうまそう、山本くんのチャーハンうまそうだ、ね、鍋振りそうちゃんと鍋振るぞまあでも確かにその高校生だし、高校生のそのお金の範囲でいけるところを紹介したいなと。一番美味しいね、この高校生が行けるところはラーメンか月嵐。なんでラーメンか月嵐なんだよ。ラーメンか月嵐知ってるだろ、知ってるラーメンか月嵐。ラーメンか月嵐、なんでラーメンか月嵐そんな好きなんだよ。つぼニラが辛いニラが取れないラーメンか月嵐。ラーメン好き。ラーメン大好き。ラーメン大好きだから、ね、か月嵐は見てるよ池袋もいっぱいあるだろう、ね、ラーメン。うわなんだろうな、でも本当にマジでそのリエのおすすめは新宿のバティオス劇場があるんだけどね、お笑いライブやってる劇場があるんだけど、そのすぐ横にあるケバブ屋さん、そこのケバブサンドがなぜか300円なのね。安いよな、500円くらいするじゃん、大体渋谷の、なんか300円なの。安いよ。で、なんかむちゃくちゃぎっしり入れてくれるのよ。めっちゃうまいから、そしてあれめっちゃうまい、あれ300円の食い物で一番うまいあれマジって言うし、なんかお笑いわかんないけど、まあ、ライブとかさ、勉強があったらさ、行くといいし、新宿とかライブやってるから、なる劇とかね、やってる、その前に絶対、そうだな、絶対ケバブとか行く。あとね、好きな映画も教えてもらって、山本の時間。山本の時間。まあ、なんか話が重くなったらまた戻ってくる。そうだね、そうだね、そうしよう、そうしよう。二見さんのね、二見さんの、いやいや、二見さんの順番だね。先輩や上司、自分の苦手な人とどうしても関わらなければいけない、どう対応していますか、あるそういうことがあるか、まあ、学校で、職場とか、なんかそれこそ性格的に合わないなみたいな、どうすればいいのかなって、YCA にはいろんな人がいるからね、なるほどね、ああそうかそうか、そうか、まあ、1個のプロジェクトみたいなやるときに一緒にやったりとかあるもんな。まあでもこれが本当にね、僕がやってるのは、なんかまあこれ全体的に言えるんだけど、かますことが大事だから合ってるのか。いや俺はそのかましでやってきてるから、よくないんだよ、だから苦手な人に対しては、まあなんか仕事が、あってやんなきゃいけないって言うんでしょ、どうしても一緒になんかだから、なんかそもそもだからまず仲良くするなる必要があんまなくて、それは本当にそう、なんか苦手だったり、なんか感じる人と仲良くなる必要ないから、どうすればいいと思う、なんだよ、かますんじゃねえの、どうしても、どうしても関わりたくないってことは、でも関わりゃいけないんだもんね、
苦手だなと思って、うん、まあ、どっちかだよね、その自分で我慢して最後までやるか、うん、なんか苦手でも、まあ、仕事なわけじゃ関わるっていう、友達だったら距離を置けばいいし、うん、仕事だったらなんか結構自分が西谷塾取っちゃった方が楽だったりするっていうのは割と、あるな、俺結構それは思っててなんか自分が苦手な人って別にさ、苦手じゃん、性格的にでしょ、それ、うん、ちょっとさ嫌なわけじゃん、うん、だからそれ嫌われても別にいっちゃいいじゃんか、うんうん、だから自分がなんかこのなんかこのリーダーシップ発揮して、うん、なんかこうしてください、あしてください、うん、頼むと、うん、なんか一気にその業務的な関係になるじゃん、うん、その方が距離あるのよ、なんか、はい、なんか嫌だなと思って遠ざけてると、うん、なんか向こうがいつもなんか上に立ったりとかして、うん、なんかこうあの関わらされるというか、プライベート的に関わられたりするじゃん、勉強になるわ、これマジでうざいね本当にそうだね、そう嫌だと思ったやつほど頑張って下に置いた方がいい、そう下に置いた方がいいよ、すごいな、なんか1個のライブ作るとか、なんか YC の授業でやってるんだったら、うん、やった方がいいと思う、その1個目がかましね、かましねあのね、もうか、あのね、か、あのね、か、あのね、使う、使うな、かましね、なんだよ、かもしね、かもしじゃない、かもしかもしないね、かましね、かまし、え、でも思うわ、俺が高校生に教えられるのかましかもしれない、なんだこの命の自由感じのバカみたいな、いや、わかんない、わかんない、質問に共通するかわかんないけど、うん、俺は本当そうだね、自分を自分の実力以上に大きく見せるという手段でここまで生き残ってきたんだけどそんな話だ、そうそう、俺わかんない、なんか高校生とか含めて最近の後輩とかってなんかみんな等身大で頑張っててすごく偉いなと思うんだけど、でもなんかさ、それって結構限界とかあるじゃん、できないことをなんかできないって言った方がいいんだけど、なんかでももうちょっとはなんかさ、自分なんてわかんないけど、これぐらいのさ能力があってさ、あるとさここまでしかできませんみたいなさ、僕はどういうグラフかわかんないけど、四角を地面の上に置いて、いや違う違う、あってさ、これぐらいがなんかするじゃん、あるとする、ってことこれぐらいしかやると、なんか正直にさ、報告するとさ、なんかじゃあ同じようにさ、うん、仕事をもらえるじゃん、なんだこれ、いらねえ、頭が痛すぎる、地面が一番いらない、地面が一番いらないよ、地面じゃん、地面が早すぎる、さすがずっと思いついたりしてもらえないけど、いやなんか要するになんかこれを自分の実力を素直になんか同じこの伝えてるとなんか同じパワーのなんかオファーしかもらえなくて、ね、なんか本当はなんかもうちょっと持ってなんかこれぐらいできますよみたいな言うとなんかこれぐらいの仕事をもらえるよ、なんか意外とこのオファー来てなんかこのぐらいのオファーが来るわけ、例えばなんかまあ芸人でもさ、なんかこれぐらいじゃあこのショートコントいっぱい持ってるとか言って、持ってないけど持ってますって言って仕事をもらって、それまでの間に頑張って考えるみたいな、はいはいはい、だからどの仕事でもあると思うんだけど、特に多分このエンタメ系の仕事ってなんか形ないじゃん、なんかマジでその最後の最後本番で叩き出せばいいみたいな節が全部あると思う、資格とかないし、そうそう、ないから、資格とかないから、じゃあそこまで何点取りましょうとか学校のテストとかだとあるから、その嘘つけないけど、はいはい、なんかごまかせると最後のパワーで、そうだね、てかこれによってですか成長ができないというか、なんか俺はまだ面白くないからここまでの仕事しかしませんとか、はいはいはい、俺はまだこれぐらいまでしか思いついてないからなんかこのライブにしか出れませんみたいなこと言ってると、ずっと同じライブしか出れないの、マジで、でなんかこのちょっとかまして、あ、俺いきますよみたいな、余裕ですよみたいなと、あ、じゃあお願いって言って頑張ってめっちゃクリアするとマジで実力がなんかこれぐらいになって、でまたもうちょっとかますなんかのりしろを増やすっていうのをずっとやるのよ、実はすごくいい話実はすごく宇多美さんとかだったら YCA はどうなるか分からんけど、動画編集とか全然できますとか言い張っていいと思う、そうね、別にそこから勉強したいんだけど、マネージャーさんもそうだしな、うん、そのなんか若手なんですみたいな感じでやってる人は大体なんかどっかいなくなっちゃう、この仕事なんかいけますみたいな、うん、取ってこれますみたいなスタンスでいるってことか、テレビの仕事取れますとか、はいはいはい、スタンスでいればあとは芸人次第だから、まあ確かにね、そうそうそう、うん、かますことを大事にしてる急にごめん、急にちょっと喋ってごめん、いやでも急に喋ってごめん、かなりいい話、急にごめん、こうやって覚えてたら喋る、はいはいはい、そうね、それが2人だから、そうだ、そういうの、それもなんか上に立つみたいな感じなのかな、うん、まあ偉そうに思われるかもしれないけど、そうだね、その能力がなんか すごくね、なんかみんながいいやつが多くて最近、はい、君たちもきっとなんかいいやつなんだろうなと思うんだけど、うん、
なんか多いんだよな。なるほどね、そいつらがなんかこのくすぶってるのあんま見てるんだけどな。そうハイスクール漫才とかもそうだけどさ、うん、から入ってくるとさ、うん、ハイスクール漫才なんてみたいなさ、うん、なんかむっちゃ卑下するやつがやっぱ多くてさ、うん、俺なんてみたいな、うん、まあ、まだなんかあくまで高校生のあれで勝っただけなんで、うん、あそうそうそう言っちゃうんだよ。でもそう言ったらやっぱ舐めちゃうからな、お客さんとかもみんな、うんね、そうなんだよな。そう、あの等身大、あのお客さんが等身大だから、すぐ勝手にラジオやるやつはもう漏れなく売れません。まだそんなデータ取れてないから、ね、そこまでデータ取れるほどやっかい。いや、もう難しい話で やりがいができちゃうから、ね、やりがいが、そう、ね、達成感って一番怖いから、達成してないのに達成感ばっかり溢れてるから今お笑い界だって、ね、そうそうそう、いろんなことできちゃうじゃないか。ツイートとかさ、なんかインスタ投稿とかさ、TikTok とかさ、ね、なんか何も達成しないのになんか達成感だけあるものむちゃくちゃあるから、もうちょっとだから そこが危ないんだから、コンビで話すとラジオより絶対楽しいんだけど、うん、なんか結構何十分とか1時間は撮れるんだけど、うん、なんかマジで最初なんて見られないでしょ、うん、でなそうそう、しょうがないんだそれは、うん、で見られてないからなんか逆にもう何言ってもいいやみたいになって、うん、なんかどんどんなんか内容も終わっていくのなんかある程度見てもらえる人がいる状態でなんか何でもスタートしないと、割となんかこれはなんか漫才とかにもあると思う、なんか全体に、うん、ハイスクール漫才とか出てればいいし、ちゃんと最初結果出して、うん、ある程度の人に見られてないとうまくいかない、やっぱり笑い声があって成立してる種目だから、最初になんか全然うまくいかない時にお客さん5人とかの前でなんかやりますみたいな、でそれをもう前なんかいろんなとこでライブの数でよっていろんなとこでやってると4人とか3人とかの前でさ、ボス受けてるとか受けてないとか分かんなくて、どんどん自己満の世界入ってて、マジで天才だったらそれでもいける、それこそ本当若林さんみたいな、早くなるべく人が多いところにやるべきだし、人が少ない時やってる時は良くも悪くも信じない方がいい、
その状態のこと。そう。なんで今どの質問にも答えてる。奇跡的に。まあネタ作り、ネタ修正していく上で大事なことかもな。そうね。まあだから2人のコンビネーションの良さの秘訣っていうのは、まあそれはだから、まあひたすらそのいいやつって考えられる。いいやつ。投資だよね。でも本当にそう、なんだろう、コンビネーション、別になんかいっぱい喋るのが大事かもしれない、普通に。まあ確かに。なんか大体喋ってるとかよく言われるけど、ネタとか、そのなんか動画とかで、パッとこうすぐ突っ込むとか言われるけど、その先に言ってるから、何回も。一回喋ってる。ネタ合わせしてるわけじゃなくて、別になんか移動中とかもずっと喋ってるし、声かけて。それはなんか、ね、師匠がやってるからね、この方がいいなと。やっぱ乗り優秀師匠とか、乗り優秀師匠がやっぱもう頂点だから。コンビネーションの頂点、本当にずっと師匠なんだけど、誰ももう芸歴50年ぐらいなんだけど、吉本の社員、誰もネタ合わせしてるの見たことない。ずっと最初の18ぐらいの時から、2人でずっと喋ってる学園で、喋ったらもうそのまま、さっき喋ってたことそのまま言ってるんだけど、今日は時事ネタとかやってるから、今朝のニュースで見たとか、昨日の阪神がどうとかをずっと喋ってるのをやってて、それが50年っていうか、もう喋ってるだけで一生漫才になってる。まあ、それがもう本当頂点。あれだけど、まあ喋ってる方がいいと思う。だから、なんか仲いいっていうのとまた別だ。一緒にご飯食べに行ったりとかしないわけもしない。そういう仲の良さは別じゃなくて、バラバラの活動してんだけど、なんかいる時間、なるべく。この前の楽屋とか、電車の移動の時間とかで、いっぱい喋った方がいい。変にアウトプットしようと思って喋ってない方がいいかもしれない。ラジオのためとか、YouTube のためとか喋るのって残んないから、お互いのやりとり。内側で自然に喋る。面白かった漫画の話とかした方がいい。あ、確かに。面白かったこと共有した方がいいかも。ああ、本当にそう。これそう。同じそれこそ映画とか見るの大事かも。もしかしたら。あ、そう。うん。そっからネタ作るとか大事。そう。ずっともうずっと俺らビバンの話。ずーっとビバンの話。内山さんのやつ。はい。令和ロマンさんが求めるマネージャー像は何ですか？お、ま、求めるマネージャー像ね。あの、本当にあの、普通のことを普通にできる人。でも本当にそうで、この本当にお笑いの世界って、何もこのなんかこうデータとかがあるはずなのに、なんか絶対みんな固くなり見ないの。まあもうそれはいいところなんだけど、それってすごくセンスになっちゃうの、そのなんかこのままだと、そのまま飛び込んじゃうと。だからなんか普通のサラリーマンというか、普通に働いてる人たちのやり方みたいなのも一個持っといた方がいいなと思う。だ普通に考えて、なんかこのこうした方がメリットありますよねみたいな。なんか理屈で喋ってくれた方がありがたい。客観性を重視して。そうね、だからこれはこの番組ハマるんじゃないかでオファーかけちゃいました。こっちの方がいいと思うんだよって。じゃなくて、説明としてなんか今、レオラマンさんは、なんか一番目指してる場所はじゃあどこですか？ M1 ですね。M1 のためには逆算するとこの番組は必要ですか必要ないですか、あ、ここわかんないです。これお二人はどうわかんないですか、みたいな、なんか理屈で投げてくれる人の方が絶対ありがたいと。芸人の方がニュアンスでやってるから、そうだね、あれでその理屈を持ってる人がいいと思います。はい、そのか、はい、その終わり方が、あのさっきから一回もあの言葉も聞かず一方的にしてた。下手なんだよな、会話するの俺。会話が下手なんだよな、ずっと。そこもとさん、ね、映画教えてください。坂本さんは山本なんだっけ。山本なんだ。坂本さんは山本なんだ。違うよ。でも一応勉強しようとすると違うことに目が入ってしまって結局勉強できないのが悩みです。かわいらしい。いやでも今の子大変だと思って。本当さ、最悪だよな、マジで。スマホとか、マジで最悪。スマホとか最悪だよ。マジスマホとかに最悪のもん。勉強できるわけないよ、マジで。今勉強してるって奇跡。一生 YouTube 見たら高校3年間終わるわ。本当だよ、ね、意味が分からない。俺らの時その漫画とかに誘惑されてたんだから。信じられないね。部活してるやつとかも偉すぎる。偉すぎる。頭が分からない。みんな楽しいものがこの時代に。本当だね。さあ、しかもさ、一応進みたい道がさ、大学行くとかいうわけでないわけでしょ。だもん ね、やりたいことを見つけるための勉強だからな、基本的にな。そうだ、そういうよく言うけどね、国語とかサッカーとか一通りやるのは大事でみたいな。そう、やる中で社会に興味を持つかもしれないし、政治に興味あるかとか、文学に好きになるとか、何かその過程でも好きになったものが見つかってるから。そうだね。なんか目的をちょっと変えたらいいんじゃない。なんか勉強のために勉強するの多分しんどいから、目標の人がいいかなとか、こんな感じになりたいなって。はい、誰だろう。渋谷凪沙さんが。あら、おお、渋谷凪沙ちゃん。
その感じね。でもなくちゃんとかはめっちゃなんかいろんな知ってるじゃん、なんかいろんなものとかさ、だから大喜利強いしさ、そう知識ある感じある、あの人がじゃあなんか知ってそうなこととかをお客さん的に勉強 の勉強をすればいいから、それも全部勉強だから、うん、そうだね、全部、うん、あとクイズ強い方がいいから全部勉強したらクイズ強い方がいい、タレントさんも、まあ、強いてそうね、普通の勉強のやる気が出る候補としてはそこかもな、うんなんかクイズ来ちゃうとかね、あれ、Q 様だと思って全然あ、そうか、そうか、あとえ、まだネタできてないんだよ、はい、はい、まだ準決勝だ、マジやばいじゃん、いつだ、11月の14、あ、結構ある、あ、来月だ、女性コン、ちょうど女子コン、女子コン、そうですね、どんな感じなの、どういう人が多い、いや、でもなんかそう、センス系みたいな、誰のこと好きな人が多い、金属バットさんみたいな感じと、どっちかっていや、なんだろう、こういう感じ。みんな賞レース向けみたいな。みんな M1 出たりとかしてる。ああ、そっか。なるほど。そっか。どんどん一緒になってきちゃってるのかな。大阪だとなんかみんなでフリーライブとかして、お互いで高め合ってるみたいな。まあ寿司屋さんみたいな感じやってたよね。昔はね。なるほどね。あ、そうなんだ。そんなんはない。そんなん出ちゃダメか。お前らは。そういうの出れないんで、もう NSC のライブとか、ラッシュとかで。ラッシュ、ね。まあ、でもだからでもあれだね、もう今から作るんだったら本当に今みんなが流行ってるやつのもう逆とりあえず言っときゃいいから、みんながゆっくりセンス系でやってるんだったらもうチャキチャキボケ突っ込んだ方がいい、マジで受けるよ、なんか別に面白さそんな変わってなくて、なんかそのめっちゃゆっくりみんなゆっくりしてる時に、だから去年のウエストなんか分かるんですよ、 M1 の決勝で言ったらなんかみんながなんか真面目にやってる時に井口さんだけふざけてたからウエストランドさん優勝したし、いやそうだろ、めっちゃなんか熱くまっすぐ頑張ってる時にそれをちょっと腐すやつがなんか強くて、なんかじゃんけんなくて強いね、でそいつらに強いのがなんかもっとなんかメタなんか漫才、そもそも俺これは本当に俺が言ってたよく言うやつ、ね、俺がこれよく言ってるやつね、うん、あじゃあなんで消したんだちょっと消すの、これよく言ってるからマジみんな頑張ってマジ本当に大事大事、これまあこれお笑い以外の使いより言うと、こう主張がこう真ん中にあって、主張の批判というものがあるわけね。主張の批判がここにあって、で批判がこれ俺まだ名前ついてないんだけど、批判の批判があって、なんかやだな。俺これテラスハウスを見てるときに気づいたんだけど。すごいじゃん。そう、高校生ってテラスハウス。だからテラスハウスはこのなこれはまたちょっと矢印とはまた違う話なんだけど、うん、これ3つあったときに、うん、この普通にまっすぐじゃああれまさにそうだから恋愛リアリティショーとかテラスハウス見たことないか。それじゃない。もう年齢は分かる。年齢は分かる。なんとなく。なんとなくどうでしょう。なんかあれまっすぐ見てるとなんかおしゃれな男女がなんか共同生活してますみたいな、はい、あれをまっすぐ見てるとなんかあれを普通に楽しめる人がいるとするじゃん。でそれをなんかあれダサくねみたいな、生きてるじゃんとか、はいはい、なんかそうなんか台本じゃんやらせじゃんとかいうやつがそいつになんか勝つじゃん、うん、いるじゃん、で そいつが出てきた後にいやそもそんなこと言うねん、うん、それを分かって楽しんでて一周してみたいな、うん、なんかそれを全部でもこいつとは違う、それ全部一周楽しんでるんだよ、うん、っていうその3パターンしかいないのよ、その消費者というのは。でこの3つあるからこの3個のうちの1個しか抜けてないコンテンツはなんかそんなに入らなくて、この3枚のうちにいかに2枚抜きすることが大事で、電気屋の場合は電気屋の場合は電気屋が押されるっていうのはこことここなの、あー、まあ、そうか、テラスハウスが革命だったら、そうこの人見ない、この人見ない、そうか、この人見ないよね、この人見ない、この人見ないで普通にまっすぐ見てるの、で見るんだけど、この人はテラスハウスは副音声でユウさんとか山里さんとかが徳美さんとかがちゃっちゃ入れる副音声の方の動画出したの、それで見ることによって副音声で見るの、だから副音声でなんかその見る人がその、まあ、これを分かっていじってるのを分かった上で楽しめるじゃん、基本的にはこの2つを抜くのがないと、そうこの2つを抜くの、批判はそうでこれはコンテンツ全体の話で、そもそも普通にそのなんかお笑いに関してはなんか簡単に漫才コントを熱くやってるやつだったら、それをなんか、まあ、ニューヨークさんみたいなちょっとなんか偏見みたいな言う人の方が これこいつがバカらしく見えるじゃん、まっすぐのボケがバカらしく見えるじゃん、でそれをなんか超越してなんか漫才時代の枠組みいじるとか、マシンガンズさんとか三四郎さんとかアルピーさんの忍者のメンバーとか、ああいうのがあるとなんかそもそも漫才やったら全部新しく見えるなみたいな、これがダサく見えるわけ、でもこれの後に急になんかまっすぐからしれんこんとか見るとこっちの方がかっこいいなって思う、これ見たら
真剣勝負してる中でもあるから、だから今流行ってるのが、まあ、そのちょっとセンス系の、うん、なんか何もふわっとしてる感じなんだったら、うん、多分ここだと思うんだけど、今時代的には、うん、ボケツッコミとかあんまやらない、うん、声とか張らないみたいな、はい、でもそこをまっすぐはっきりボケツッコミの方がかっこよく見えるよっていうのがある、うん、割と、だからまあ狙い目かも、ネタで言うと、これはもう本当に、これはもう一生消えないから、このテープ。しばらく消えない、うん。10年ぐらいこれで来てる、この感じです。あ、でっていうことですけど。時間だ。時間です。時間だ。終わりだ。わざと終わらせないと。終わりだ。ごめんなんか本当に一方的に喋っちゃって、ジュラシックワールド2いらねえよ。ジュラシックワールド2、いやいやいや、パークじゃなくてワールド、ワールド2、前半火山が怖くて後半恐竜が怖い。炎一番おもろい。炎いいよ、マイインターンとか見といてもいい。マイインターンとか見とけばいいんだよ、とりあえず。まずあ、モアナも面白かったです。モアナもすごい面白かった。モアナじゃあちょっと1時間ぐらいねやりましたけど、そうね、ごめんなさい、ちょっと何も喋れなかった。いっぱい喋ってたよ。うん、まあ、みたいな感じですけれども、まあそうですね、僕たちから伝えれることとしては、だからまあ、最初も言いましたけど、まあ、これがね、間違ってるっていうことがありますから、ね、ありえるから。ありえますからね。それも含めて、こう。含めてお楽しみに。はい。僕らの動向も見ててください。お楽しみにっていう感じなんですけど、本当にね、このね、このサイクルだけは。これはもう永久に不滅。このサイクル永久に不滅。セゾンカードぐらい。セゾンカードぐらいですね。あっちでカバーしてる。大きいね。君たちもそう。君たち、だ僕たちは、君たちさんはこれぐらい。で、僕たちはこれぐらいですけれども、君たちはもっと大きい人になる。意味がわからないです。もう、念みたいなことを出してさ。消えちゃうキャンディ。消えちゃうキャンディの形だけど。キャンディとか舐めないんですか。キャンディーとかいらない。食べるよ別に。食べる。じゃあ全部のことに興味を持って。はいはい。何かしらに行きましたので。はいはい。こちらの世界というのを頑張ってください。何とでもなりますから。はい。人に頼りながら生きててください。で、ハイマンある人、ハイマン頑張ってください。頑張ってください。はい。常に自分を持ち続けてください。頑張れよー。怖い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。入ろうと思ったこの学校。ここからまだ入ってない。入ります。どうだった？ああ、よかった。レオラマンとか知ってた？ニュアンスで言うとか。なんか名前だけ聞いた。名前だけ聞いたことあった。その見た目がこんな感じじゃないと。ああ、そうだ。なるほどね。どんな感じだと思う？もっとこうシュッとした。予想外のもっちゃり感。予想外のもっちゃり感。どんな気持ちですか？